モネさんにとって酒、タバコ、女に変わる三大要素は何になりますか？何この質問。はい、お便りいただきありがとうございます。酒、タバコ、女、あれこれってギャンブルとかじゃないの？三大要素って普通違ったっけ？あ、つうかそっちにするとあれか、放送できねえワードになるのか。お酒俺まず飲まないんだよ。で、タバコ吸わないでしょ？女いないね。じゃあ、それに変わる三大要素言っていけばいいのか。お酒ってみんな何のために飲んでんの？やっぱ雰囲気というかね、気持ちをこう落ち着かせたいみたいな。うめえうめえ。いや、まあ酒の代わりが、じゃあまあ格言にしとくか。タバコ。まあ依存してるやつだよね。タバコ。依存してるやつ？パッと出てこねえ。なんだろう、タバコとかね、その嗜好品みたいなやつもね、ほとんどやんないんだよね。まあ、トレモスかね。トレモスしないと気が済まないから。アニメか。そうだ、アニメだ。女。これもわかんねえな。ソシャゲかな？じゃあ、格ゲーアニメ、ソシャゲ。これで、三大要素でいきましょう。終わってる。実際ね、お酒飲まないし、タバコも吸わないし、そういうのね、結構、ない生活してるから、代わりにやってるものっつったらね、格ゲー作って格ゲー遊んで、アニメ見てゲームやって、ソシャゲやってるぐらいだからな。なんもないですね。これが、なんだろうな。なんか自分で言っててちょっと悲しくなってきたけど、まあこういう生活をしております。はい。お便りいただきありがとうございました。これからもよろしくな。